ああ春が行く夏が行く秋が行く冬が行く時は流れてく。ああ雨が降る風が吹く雪が舞う空高く雲は飛んでゆく。幸せの数を数えてみると、熱い涙が心あふれ、ああ一輪の花でさえ夢を見る、夢を抱く、きっと生きている。ああ悲しみも喜びも切なさも虚しさもきっと生きている。じゃあ町名主さんの祝い事に行ってきます。おしず、はい、ちょいと待ちね。これつけていい？あら、何ですか？うん、いいから早く開けてみね。どうしたんですか、こんな高そうなもの。サザン様からの褒美でな、買ったんだ。でも私には贅沢です。いや、そう言わずによ。たまには。相変わらず仲の良いことで。じゃあ行ってきます。帰りにコンペイトを買ってきますね。おう、気をつけてな。久しぶりなのに。またお芝居？あ、そうでは。あ、そうだ、おしずさん、代わりにどう？え？いらっしゃいまし。コンペイトを一つください。お子さんにですかい？うまいっすよ。いいえ、うちの人がね、好きなんですよ。へありがとうございます。大変だ。ごめんよ。ごめん、大変だ。おっさん、おっさん、おっさん。何？かどわかし？はい、伊勢屋さんのところにこんなものが。おふさを預かった。千両用意して待て。おかみに言うと命はない。おかみさんは出かけてたのかい？はい、芝居に。いや、女房は無類の芝居好きで月に 2,3 度は必ず。今日は浅草奥山の川村座に。で、連れは？いません、大抵一人で。帰りがけってことかな。ちょっと、平常だ。助けてください。女房に何かあったら。私は落ち着いてください。旦那、落ち着いて。いやいや、私はじゃあ。旦那、落ち着いてください。落ち着いてください。平持ち。はい、ありがとうよ。どうぞどうぞ。誰かに狙われる心当たりねえかい？いえ、私は商い一筋、遊びは釣りだっていたしません。商いの上でも恨まれるようなことは。何でもいい。このところ変わったことは？わかりません、私には何も。旦那様、いくらうちでも千両もの大金をすぐに集めるのは無理でございます。いくらある？800両ほどは。やむをえん。足りない分は問屋仲間に頭を下げて
借りるとするか。伊勢屋さん、常盤町の相模屋です。知ってんのかい。はい、相模屋さんなら公儀重み蔵から払い下げられるものを扱っている。あ、はい、ただいま。こんばんは。今日は早いんですね。あ、ええ。旦那様は出かけておりますが。そうですか。いつものもみです。必ず旦那様にお渡しください。いつもの。ではまた旦那様によろしく。あ、はい。あ、ご苦労様です。そば屋に来らないか。おい、今女来たろ。女。うん、年の頃は25、6、小股の切れがあった。誰も来ねえよ。そんなはずは。幽霊でも見たんじゃねえか。女の尻ばっかり追っかけてっからだ。申し訳ありません。何とか都合してきましたよ。番頭さん、さっき渡された箱を。あ、はい。旦那様、これを。これ、これは。妙な女が持ってきた。あんたにね。へえ。明朝虎の刻、仙台堀清川橋下。友が仕入れの船に千両箱を一人で持ってきて乗れ。お、親分さん。明朝虎の刻、まだ暗えな。それにあなたら殺風景だからな。そんな刻限に浮かっ引きがろつくと目立ってしょうがねえ。すみません、さっきの足が捕まえてるや。済んだこと言ってもしょうがねえ。それより実手持ちが減ったと気づかれたかもしれねえな。どうなるんです。女房は、おうさは。必ず助けるよ。今日のところはこの辺の宿にでも泊まるとするか。夜道は危ねえしな。それより金は持ってきたんだろうな。ええ。なんだよ、これっぽっちかよ。いくら大店のお上でも、お店のお金は自由にならないんだよ。いじろぽっちで駆け落ちなんかできるか。え、もっと持ってくれや。一度くれ抱いてやったのによ。正吉さん。本気になるわけねえだろ。あばよ、おばさん。体大丈夫か。どこも
もどこも怪我はないか。ああよかったよかった。ああよかったよかったよかった。ああよしよしよし、もう大丈夫だ。何かどわかしじゃねえ。本当だね。はい。じゃあどこ行ってたんだい。あのお芝居を見に行った小屋で古い知り合いにばったり会って。知り合いに。はい、茶店で話してるうちについ。心配させないでおくれ。いやこいつはたまにあるんですよ、帰りが遅くなることが。いやまあ何にしてもよかった。親分さん、面倒をおかけして申し訳ありませんでした。親分さん、ただのいたずらとは思えねえ。え？いや他の誰かを間違えてかどわかしたってことも考えられる。大下さん、確かに芝居小屋に行ったんだね。はい。もういいでしょう、親分さん。おっさんはこうして無事に。そうもいかねえよ。あ？身代わりに捕らえられた者がいるとすりゃ、その誰かを助けなきゃならねえ。そんな、私たちに何の関わりが。一体どうなってんだ。え？てめえの亭主は女房より金が大事なのだ。約束の刻限に現れなかったぜ。うちの人は慎重な人ですからね。本当にかどわかされたかどうか疑ってんじゃありませんか。何だとこの名前。よせ。なぜそう思う。なぜだ。私酔い腰になることはたまにあることなんですよ。ほう、大店の女房が夜遊びか。うちくらいになるといろいろお付き合いもね。頭のかんざし届けてみてくださいな。すぐ信用しますよ。俺たちに指図すんのか。さすがにいいもの指してやがる。お仲間には女の人もいるんですね。いい化粧の匂い。怖くないのか俺たちが。商いをやってますとね、そりゃいろんな方にお会いしなきゃいけませんからね。なめた口聞くんじゃねえぞ。まあせいぜい強がってな。どうして？店先にこんなものが。これは。でしょ？親分が姉さんに買ってあげた。間違いねえ。この財布は特別に作らせたもんなんで。これが一体どういうことなんですか？もう一度だけ機会をやる。連絡を待て。出ないと今度こそ殺す。親分。八五郎。家まで一っ走り頼む。おしずが帰って生きてるかどうか見てきてくれ。はい。女房のおしずが伊勢屋の女房と間違われた節が。まずいな。幸いまだかどわかし一味の方は気づいてないようです。このまま探索を続けてよろしいでしょうか。無論だ。しかし相手に蹴取られるなよ。もし人違いだと分かればすぐに殺されるかもしれん。ましてや十手持ちの女房となればなおさらだ。はい。
これ。なんだい？渡してくれって、あのお姉さんが。あれ？いない。なんでやつ、なんか青いものが混じってやつね。いや、土のようだが。平城夜分、今度はこんなものが。根の刻、お内が万年星。場所を変えやしたね。張られるのを用心してるんだろ。親分さんにはご同情申し上げます。私も同じ気持ちでございましたから。でも分かってるよ、迷惑かけに。そのかんざしはおしずさんのでは。親分さんに買ってもらったんだって喜んでました。どうしてこのかんざしのこと。え、いや、昨日渡したばかりなんで。どこで会ったんで。どこって、お芝居に行く途中に。まさか私と間違われたのがおしずさんなんですか。あなた、お金を出してください。え、私いつもよくしてもらってた。こんなことでおしずさんに何かあったら。そんなそれはお前のためなら千両だろうが二千両だろうがどうにかする。でもね、あなた。いいんだよ伊勢屋さん、おしずのことだ。何か身を浮かべるに違えねえよ。しかし相手はまだおかみさんだと思い込んでる。しばらくそう申しといてくれねえかい。まあそれくらいのことなら。すまねえな。さあおっさん。ち、身勝手な人だぜ。てめえんとけよしな。八毎度。おう、美濃の吉岡の旦那からちらっと聞いたんだが、この店の女将が稼働化されたんだってな。ああ、手貸すぜ。どうだい、似合うだろ。いや、間に合ってるからいいですよ。なんでなんでなんで。人の声を無理するのか。いいから蹴れよ。てめえみたいのが下手に入ると姉さんの命が。マジ。あ、姉さん。あ、ここの神は俺の姉さんも同然なんだ。いいから蹴れもう。あっち行けよ、あっち行けよ。俺ら結構ですから。飯行こう。飯行ってください。行ってあの日の宮倉は北今夜町の大根菓子八丁堀からは相当遠くない。無駄だよおかみさん、叫んでも誰にも聞こえない。殺されるのはうちさ。食いたきゃ、はってでも食いな。そんなに珍しい顔かい。とてもこんなことするようには見えないから。ふん、顔を見た顔にはね、覚悟しときな。
まだ若いのにどうしてこんな真似を。バカかあんた、てめえの身を心配してろ。千両も取ってどうするんだ。どうするって使うに決まってるだろ。あんたみたいにな、金の苦労知らない奴には分からないよ。そんなに苦労を。まっとうに働いてさえいれば。うるせえ、黙ってないと猿ぐつはするよ。うちの人は本当は気が短い。うちの人、おとなしくしてないと殺されるよ。長い間座ってると尻が冷たくなりやすね。辛抱が足りねえんだよてめえ。やっぱ八五郎みてえに蕎麦屋にしとくんだった。蕎麦屋だらけじゃ怪しまれるだろう。そうですね、手柄のため、手柄のため。あ、おやぶ、あいつさっきもうろついてらしたぜ。匂う、プンプン匂うわ。おめえ平行だな。よやぶんでしょ。うそー。お、あ、違った。お前仲間どこだ。仲間、何のことですか。とぼけるな。波動若しの仲間に決まってたのか。知らない。だったらなんでお前石屋の周りをうろついてたんだ。いい加減なことばっかりかすな。石抱かせるぞ。本当に何も知らないんですよ。間違い見えわの。そいつは関わりに。何だと。伊勢屋のおかみさんから小遣いをせびってたしょうもねえ男だよ。おかみさん。あ、こちらが伊勢屋の。どういうことだ。あいつに方の。申し訳ありません。うちの主人は仕事仕事で私のことを何一つ構ってくれません。芝居を見に行くのもただの気晴らしでした。そんなある時、茶店であの正吉さんに会ったんです。私のことを一人の女として見てくれる、主人にはない優しくて粋な人に見えました。だから駆け落ちしようと誘われた時には、私は正吉さんを信じたんです。私はバカでした。でも昨日ばったりおしずさんに会ったんです。え、代わりに。川村座のお芝居、私急な用事ができちゃって。木戸札をおしずさんに。喜んでくれたけど、まさかこんなことになるなんて。私のせいです。おかみ、おめえにやったことは大変なことなんだぜ。下手すりゃ死罪、二つに畳んで四つにされるんだ。分かってんのか。はい、はい。美乃花、今の話は胸の中にしまっといてくれ。人間誰しも過ちはある、迷いもある。だがな、夫婦ってな、信頼し合ってこそ夫婦だ。身元の絆ってな、親兄弟みてえに鼻からあるもんじゃねえ。二人で築き上げるもんで、その絆が強くりゃ
どんなことがあっても耐えられる。見劣ってな、そういうもんなんで。親分さん、銭形の連れだろうが、今度金を持ってこなかったら話はなし。かわいそうだけどあんたには死んでもらう。見せしめさ。そうすりゃ次の獲物は必ず金を出す。待ち方もちょこまか動いてるようだけど、それがあだになるのさ。待ち方が？言うなって脅したのに。引き分けのね、亭主だ。そう、待ち方が。変な期待はしない方がいい。それよりその落ち着きようは何だい。あの人亭主を信じてるから。はあ？信頼してるの。それが夫婦ってもんでしょ。必ず助けに来てくれる。どうだかね。大概の金持ちはいざとなりゃケチだ。あんたなんかより千両の方が大事だよ。かわいそうに。何？今なんて言った？ろくな男と付き合ったことないんだね。私の何が分かるのさ。ちょっとなこと言うんじゃないよ。コンペイト、なんでこんなもの。どうしたの？この蔵の入り口にも落ちてた。まさかおめえ道すがらこいつを撒いてきたんじゃねえだろうな。なんだって。ああ、銭形の、はあ、そのかんざしについていた青い土はカビを混ぜた珍しい土壁だそうだ。土壁？うん、通気が良くなるらしいぜ。おしずさんはやっぱり手がかりを残したんだ。うん、ご苦労さんです。言いにくいが平次、お前は外れろ。いや、あの、どうしてるやつ。笹野様からの命令だ。わかるな平次。お願いです。これだけ頼んでもダメなのですか。銭形の親分なら必ず解決します。お金も返ってきます。もういい。私のせいなんです。正直にお話ししたらお金を出してくださいますか。どういうことなんだね。あいつら幽霊でも見たんじゃねえか。女の尻ばっかり追っかけてっからだよ。やっぱり待ち方が嗅ぎ回ってるよ。心配ねえ、ちゃんと手は打ってやる。出てけ出てけ出てけ。旦那様、このお医者娘が誰のために長年コツコツ働いてきたと思ってるんだ。みんなお前に楽をさせようと思ってることじゃないか。金なんか出さん、誰が出すもんか。
お前も今すぐ出てけ。見下り犯を渡してやる。見下り犯。大丈夫ですか、おかみちゃん。おかみだって。あの女。あとは任せたよ。聞き足したぜ、親分。あんまりだ。いや、笹野様のおっしゃる通りだよ。でも裏を消しや好きにやれってことじゃねえかい。勝手んだ。マジ何か話があって来たんじゃねえのかい。あ、いけねえ。親分、北今夜町の方で姉さんらしき人が男二人と小舟から降りるのを見たって人がいるんですよ。どこへ。そっから先は。平治親分、ちょっと お話が。誰だてめえ。ただの女じゃねえと思っていたが、何者だ。ドジな人たちだね。人質を間違えちゃ一文にもならないじゃないか。殺すぞてめえ。この女の言う通りだ。でも頭、こいつは調べた通り増席井の一番に座ってやがったんだ。だから俺は。おめえが誰で、なんでこんな真似をしたのか、話せば命は助けてやる。そうかい。じゃあしょうがねえな。誰だ。伊勢屋が金持って出やした。なんだと。いくらなんでもやりすぎじゃ。でけえ声出すな。親分、ここで船降りたのかい。へい。けどどうして伊勢は金を出す気に。冷静になって考えたら分かったんだろうな。やっぱり女房が一番大切だってことが。それで。ああ、気持ちだけでいいと言ったんだが。親分の人柄ですよ。いや、お上の思いが通じたんで。あ、コンペイト。おしず。え？おしずが落としてったんちげねえ。姉さん。ハジ、行くぞ。欄干の下に木庫がある。それに千両箱を乗せ橋から下ろせ。
親分、またコンペイトです。待ってるよ、しず。間違われたのを承知で、なんでのこのこついてきたんだ。伊勢屋さんとは友達ですからね。それに、それに、あの人が必ず助けに来てくれる、そう信じてるから。めでたい人だよ。所詮世の中狐と狸の馬鹿試合、損かどっかでしか動かないんだよ。本当はそんなこと思ってないでしょ。あなたはあの浪人を信じてる。だから悪いことと知りつつ手を貸してる。違う。でもね、そんなのはまやかしだよ。勝手なこと言うんじゃないよ。そりゃカッとなれば怖い男だけど、私にだけは優しくしてくれる。とっても優しく、心底惚れてくれてるんだ。そう思いたいだけでしょ。違うよ。私だったら惚れた男には絶対こんなことはさせない。やましい心のままで幸せになんてなれるわけがない。幸せにならなきゃ女として生まれた甲斐がないじゃないか。女として生まれたかい。親分、ここは大根菓子。そうか、あの青土や雑穀を扱う土蔵の。青土の土蔵。親分、おそらくこの辺りのどっかだ。どうやらお上はおめえを死なせたいらしい。失敗したのかい。喜三郎は口封じに殺したが、龍二は捕まるだろう。
かい。私はこれでも神田明神下銭形平次の女房です。あの銭形の。必ずあなたを獄門台に送ってくれます。人殺しはやめて。ねえ逃げよう。人質間違えたと諦めて。出ないとあんたがお尋ね者に。どけ心出しやがって。どけ。ねえ大金なんかなくたっていい。あんたとならどこへでも行ける。どんな暮らしだってできる。だからねえ。おこん。てめえとも締めな。信じてたのに。ジタバタするね。神妙にしやがれ。姉さん。よく辛抱したな平次。とんでもありません。一味は素直に罪を認め皆小伝町送りとなった。あのおこもですかい。無論だ。笹野様、そのことでちょいっとお話が。お気をつけて。ああよろしく留守を頼みますよ。はい。そうそう、今宵はキジ鍋でも食べに行きますか。はい。行ってらっしゃいまし。よかった、元の鞘に戻って。え、知ってたのかい、おかみさんが。うすうすはね。女の勘。おめえは大丈夫なんだろうな。さあキジ鍋でも食べに連れてってくれます。調子に乗るね。俺にはこれが精一杯だ。ありがとう。ところでお前さん、うん、あのおこんって娘どうなったんでしょうね。さあな、今頃どっか旅の空だれ。え、おめえの命を守って怪我したんで人助けした者をどうしようってんで。で笹野様がな。お前さん。